や多分いくつかあって、うん、まず日本全体もっと元気にしましょうってあると思うんですね。それから自分自身がいやどうやって元気にするんですか。GDP ってこう人口かける生産性なんで、人口が減っても生産性が上がったら元気になるわけですよ。例えば IT とかロボットとかいろいろ今新しいの出てきてるじゃないですか。ああいうのに対して割とこうアレルギーを感じてる人も多いと思うんですけど、それでも日本全体っていうふうに考えられます。それってだから僕ね、日本全体っていうふうに考えるのが多分最適化する上であんまり僕は筋が良くないと思ってるんですよね。だってそのロボットとか AI とかを怖がる人たちってデモに参加するような人たちじゃないですか。なんか人工物は嫌だけどオーガニックだったら OK とか、原発なんとなく怖いとか、そういうビーガンの人とか、そういう人たちばっかじゃないですか。そういう人たちが一番抵抗勢力になりません？そういうの成功勢力は必ず同時代だってさ、自分たちのいやだから一番怖がる人たちとその抵抗勢力って実は結構クロスしてると思うんですよ。そこは必ずそう時代はいます。だってイギリスでも産業革命を時代に大運動ですよね。そうですよ、ロボット壊せってやったわけじゃないですか。でもロボット壊せって言ってる人たちはあの年金デモの人たちに結構クロスしてます。クロスはしてるかもしれないですね。でもそのロボットや機械が広がっていることによって生活が豊かになっていく人は基本的に全員なんですよ。なんですけど僕はそこに対してそんな単純な話ではないと思っていて、今そのロボットとか AI がやる仕事をしてる人たちって山のようにいるじゃないですか。彼らの仕事なくなるじゃないですか。彼ら何していいのか分かんないんですよ。分かると思います。彼らがすぐには分からないと思いますよ。でもきっとなんとかなりますよ。いやきっとなんとかなりますよっていうのがどういうふうになんとかなりますよっていうのがじゃあ分かりますか。これね、若い人たちがそうなっちゃうわけですよ。つまり定年後のサラリーマンみたいになっちゃうわけですよ。定年後のサラリーマンのお父さんがじゃあなんとかなってますか。なってませんよ。やることがなくて毎日満員電車に揺られてサラリーマンで40年間ぐらい会社に通ってた人たちがいきなりその人間関係全部なくなって、家帰ったら奥さんは自分の人間関係築いてて子供もいなくなって一人ぼっち、さあどうする、ボケるしかないみたいな感じになってるわけじゃないですか。でも過去そういう変化なんか起きていて、みんなこう人口の9割が農業ですという時代からみんなが工場で働くような時代になって、で工場で働く人たちも今減ってきてサービス業が大半じゃないですか。農業の時代とか工業の時代にまさか人類の半分以上がサービス業で働くなんて誰も想像できないわけですよ。だから今から50年後に我々がどういう仕事をしているかも多分今の我々は想像できないと思うんですよね。で今回に限っては仕事がなくなるっていうのはそうかもしれないし、でも過去と同じように我々が想像しない新しい働き方、仕事が出てくる可能性も高いんじゃないかなと思います、ね。もちろん出てくるんだけど、その一番多分やばい人たちはその変化に当面対応できなくて社会不安を煽っていくと思うんですね。そうそう、だからこそ社会保障制度が必要だ。いやだからそれを金で解決金じゃないんですよ。これは金の問題じゃないと思っていて、今の定年後のサラリーマンって金は持ってんです。だから団塊の世代は金持ってて退職してやることなくてボケるんですよ。だから俺はそれを金で解決できると思ってるところがおかしいと。じゃあ金でない社会保障を作りましょう。いやだからそうなんだけどそういう議論にまだなってないわけですよ。だから俺はあの2000万円の問題何重にもおかしいと思っていて、そもそも金だけじゃねえと。いや、そもそも生きていく金はあるよと。で最悪生活保護でなんとかなりますよっていうように金の面は担保されてます、生きていくっていう最低限。ただよりよく QOL を上げていくっていうところで言うと、じゃああれ2000万円あって QOL 上がるんですか。上がりませんよね。だからもっと人間らしく生きるためには何をしなきゃいけないかっていうと、さっき僕は働かざるを得ないと言ったのは今の働かざるを得ないじゃないですか。スーパーのレジ打ちをやってくださいパートでっていう話をしてるんではなく、なんか分かんないけどグランドシニアのゴルフプロになるとか分かんないけどレッスンプロになるとか、例えばだからそういう遊びとかの世界で彼らが活躍できるような枠組みを作ってあげなきゃいけなくて、でもそれ誰もやってないよ。俺は HIU と作ってやってるんですよ。HIU シニア版とか作ったらどうですか。いや版にしたらダメなんですよ。